こんにちは。今日は JAXA 調布航空宇宙センターより年表で見る JAXA 調布展示室解説の後編をお届けしたいと思います解説は私展示室担当の江川でお送りいたしますそれでは早速始めましょう前回は風洞や V トール機ターボファンジェットエンジンにエストール実験機 ASCA のご紹介でした今日は こここから始めましょうこれらは再使用可能な宇宙王冠機ののための実験です1990年代当時研究開発していた宇宙王冠機はロケットで打ち上げた後宇宙を飛行し大気圏に再突入して自動で滑走路に着陸するものを目指していましたここの4枚は宇宙王冠機に必要な技術を 一つずつ実験しているときの写真です。機動再突入実験のオレックス極超音速飛行実験のハイフレックス小型自動着陸実験のアルフレックス高速飛行実証の HSFD。展示室にはアルフレックスの実物があり、それがこちらです。アルフレックスは、 オーストラリアのウーメラ砂漠で着陸実験を行い13回すべてに成功計画全体では全部で5種類の実験が行われました宇宙大換気の研究成果は後の研究へと受け継がれていますそして時代は2000年代は年へと移ります。次にご紹介するのはこの小型超音速ロケット実験機 n e x t ワンです 五。四。三。二。一。ゼロ。0ネクストワンは。音の二倍の速さ。マッハ二で飛んだときに。機体にどんな抵抗がかかるかなどを調べた実験機です。音よりも速いスピードで飛ぶと。空気抵抗がとても大きくなるので。 たくさんの燃料を消費してしてままいます。ネクストワンは翼や胴体の形に工夫がしてありそれまでの超音速旅客機よりも少ない空気抵抗で飛ぶことに成功しましたネクストワンはロケットにくっつけて上空に打ち上げ高さ約19キロで分離マッハ2の飛行中に実験目的であるデータ収集を行いましたそして、 2010年代、今度は超音速飛行時に発生するソニックブームを減らすための研究ですソニックブームとは物体が空気中をマッハ1を超えるスピードで通過した時に聞こえてくる雷のような爆音のこと JAXA は超音速飛行のソニックブームを減らすリセンド2という研究を行いました ソニックブームを減らせる形を計算し出来上がったのがこちらこの実験機をマッハ1.3で飛ばしソニックブームがどれくらい減ったかを調べました 2> 3, 2, 1. セパレーション 電話無事成功今までは雷のようだったソニックブームがドアをノックする音程度にまで減ったことを確認しました将来は早くて静かな超音速旅客機が世界中の空を飛ぶかもしれませんそして2011年にはジェット機の実験用航空機飛翔を導入しましたこれにより JAXA の飛行実験の幅も大きく広がりましたその一つがジェット機が着陸するときの騒音を減らす研究フクロウですジェット機は着陸してくるときゴーと風を切る大きな音を出していますその音を減らす部品を飛翔に取り付けどれくらい効果があったか実験によって確かめました これは実際に使われた飛翔のフラップの一つです赤い部分に風を切る音を抑える工夫がしてあります将来世界中のジェット旅客機の着陸音はこの技術で静かになるといいですねいかがだったでしょうかジャクサは今回ご紹介した以外にも新しい技術の研究や開発をたくさん行っています 航空宇宙センター展示室ではさまざまなものを展示していますそしていずれは JAXA の研究によって地球の裏側まで4時間で飛べるマッハ5の極超音速旅客機二酸化炭素の排出が少ない静かな電動航空機現在のヘリコプターの2倍のスピードで飛ぶ複合ヘリコプター未来の V トール機などが実現するかもしれません 展示室や研究の詳細をもっと知りたい方は、JAXA ホームページをご覧ください。それでは、ご覧いただきありがとうございました。